繰り返しの歌。楽しいよ。この人は吉田ひろしさん。こうやって時間を数えるのが大好き。チクタクチクタク、思わず数字を読み上げちゃうんだって。さあ、繰り返す声に耳を澄まして、吉田さんの心の中を覗いてみよう。今日は吉田ひろしさんの繰り返しの歌をお届けしました。